ほな、猫物語黒、翼ファミリーその4、いてもうたろか。いてもうてどうするのさ。それ、ボコボコにするっていう意味の関西弁でしょ。ボコリエステやな。エステないで。見捨てないでみたいに言うな。ほんまなんか、この子安定した土下座やな。吸血鬼込みでフィギュア化されそうだよね、ここ。フラグを立てんな。あ、もうオープニングだ。この話、アバンが短いんだね。そうみたいやな。ラッキー。何がラッキーやねん。棒読みでラッキー言うても一個も嬉しそうやないけど、何がラッキーやねん。いや、もう疲れたから、正直僕は家に帰りたいわけじゃない。正直すぎるやろ。この最終話が気持ち短めで終わってくれるんであれば、それはもうそんなに幸せなことはないわけであって。そこまでか。大丈夫、仕事は仕事だから。副音声もちゃんと本編に合わせて巻き目でいくよ。いやよ、次幸せ気分なところ悪いねんけど。なんだよお姉ちゃん。気持ち短めどころか、この最終話かつてない長さやで。なんと30分超えるで。アラサー？いや、アラサーではないけども、厳密には31分くらいかな。31分？嘘でしょ。31って素数じゃない。素数で驚くな。いつから数学アニメになってん。 CM 抜きででしょ。それじゃあ放送枠に収まらないじゃない。再放送の時どうするのさ。再放送は普通に考えたら分割されるでしょ。なんで今から再放送のことを心配しとんねん。しかも踊れが。まあ僕は気遣いの式神だからね。気遣いの式神って、そんな属性の式神持った覚えはないぞ。式神使いのお姉ちゃんに気遣いの僕、いいコンビじゃない。対等みたいにいいな。めっちゃ主従あるやろ。現代的じゃないな。もっと和やかな職場を望むよ。それは職種的に諦め。おやつにウイローが出てくるような、それは和やな職場かな。さあ A パートだ。まだ絶賛土下座中だね。しかも踏まれとるな、金髪ロリに。後期高齢者に、まあざまあないや。うん、ウイローを食べながら見よう。ウイローなんか用意されてへんやん。 SE だけでも入れてもらって。なんでそんなことせなあかんねん。実際に食べるならまだしも、音入れてもうてまでなんでウイローを食べとるふりせなあかんねん。もぐ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 。自分 SE か。ダメだ、お腹はすくし心は虚しいし最悪だ。心なんかあるんかい人形が。あ、今の発言は傷ついたな。人権侵害だな。人権って、ツッコミどころ満載すぎるやろ。式神には人権はないというのかい。ないやろ、普通に考えて。その普通っていうのが無理なんだね僕には。またキャラがブレとる。普通ってどうやるんだろう。僕自身は普通にしているつもりなんだけれど、それが人から見たら変わった行動に見えるみたいなんだよな。困ったもんだな。はよそのキャラをブレさせろ。妖刀心当たりか。こんなので切られたらひとたまりもないね。まあ怪異やったらそうやろな。ひとたまりもないけれど血だまりはできる。あ、また僕うまいこと言っちゃった。別に踊れうまいこと言うっていうキャラでもなかったやろ。またキャラがブレたんかい。分身の術かっちゅうくらいブレとるやないけ。ええ加減にせえよ。この分だと仲間を集めなくても僕一人でブレーメンの音楽隊を結成できそうだね。いや人形言うても踊れ量産されとらんからな。ああ、じゃあ限定生産。一体限定、ワンオフいうやつやな。確かに僕は流線型のボディとは言われる。 F1 ちゃう、ちゅうか全然ちゃうやろ。この笑顔怖い。怪異がビビるな、笑顔にビビるな。血化粧が怖い。血にもビビるな。そんな式神何の役に立つねん。まあまあ化粧も化けるって自覚からね。書くから言うて怪異が化粧にビビるな。まあとはいえ僕も今回の副音声収録にあたってちゃんとお化粧してきているけれどね。しとんのかい。副音声やぞ、画面映らへんねんぞ。いや僕はお姉ちゃんと違って気は抜かないんだよ。お姉ちゃんは油断してそうやってすっぴんできてるけれども。いやすっぴんではない、大人やし。道女人形の踊れがなんで化粧してきとんねん言うて聞いとんねん。道女というキャラをブラすかと思って。自らブレるな。電車の中で。電車の中で化粧するな。電車自体がブレて失敗するやろ。いやでも僕思うんだよ、電車の中で化粧をする女性を非難する風潮は昔から根強いけれど、でも僕に言わせれば電車の中で平気で書類仕事してる大人いっぱいいるじゃない。電車の中で仕事をしていいんだったら化粧だってしてもいいと思うけど、化粧って女性にとって仕事なんだから。まあ確かに電車で隣に座った人が仕事しとったら邪魔したらあかん思うから多少居心地悪いわな。ね、でしょでしょ。だからいいわけだよ、僕が電車の中でお化粧をしても。いや電車の中とかやなくて踊れは普通に化粧するな。人権侵害だな。
閉ざされた会社だよ。いや、うちの専門家業、別に企業してへんし。え、じゃあ確定申告とかどうしてるの？されたら国がびっくりするやろ。職業、専門家、言うて。僕の福利厚生とかどうなってるの？福利厚生より副音声に集中せ。僕将来年金とかもらえるの？知らんがな。まあこのままやと踊りに将来はないけども。お、そろそろお姉ちゃんが本気で怒りそうなラインだな。この辺で撤退だ。意外と目端が効くな、踊れ。ああ、押野くん、ここでも甘いな。ごちゃごちゃ理屈を言うとらんとボコボコにしたったらええのに。ボコボコにって、え、鬼のお兄ちゃんをここで？脈絡がないでしょ。殴る理由なんて殴った後から考えたらええねん。いや、そんな結果は後からついてくるみたいな。大変な結果がついてくるでしょ、それ。アニメとしてシュールすぎるよ。だって鬼のお兄やんは鬼のお兄やんでごちゃごちゃ言うてうっといし。いや、でもこの後名言があるよ。いや、もう名言の振りに入っているけれど。ああ、じゃあちょっと聞いてみよっけ。じゃあ Be Quiet。 英語やったら命令形でもええわけちゃうぞ。僕は下着姿の猫耳女子高生に欲情してるだけなんだよ。おお、聞いとったら A パート終わってもうた。本当だ、鬼のお兄ちゃんの鬼名言を聞いていたら。いや、鬼名言すぎるやろ。鬼ってるやろ。下着姿の猫耳女子高生に欲情してるだけなんだよ。かっこいいもんな、鬼のお兄ちゃんは。いや、それを本気で言っとるんやったら再教育やぞ。再教育？じゃあまた始まるんだね、お姉ちゃんの影縫い夜鶴のいい男講座。そんな講座名やなかったと思うけれど。お姉ちゃんには悪いけれど、僕には僕の好みがあるからね。僕は下着姿の猫耳女子高生に欲情するような一刀流吸血鬼男子高校生に欲情するんだよ。この世に一人しかおらんやろ、そのキャラ。一刀流吸血鬼男子高校生なら案外多そうだけどね。前半の条件が厳しめかな。どうも僕は多くを求めすぎる嫌いがあるな。100個条件並べてもその1個にはなかなか並べへんけどな。というわけで B パート突入。なんだ、早いじゃない。このペースならあと10分以内で終わるよ。いや、やから、こっからまだ20分以上あるから。マジで？ほら、収録用の画面には TCR、 タイムコードリーダーが出とるやろ。ああ、あの TCR ってタイムコードリーダーの略なんだ。楽しい、可愛い、ラッキーの略かと思ってた。どんな和やかな収録現場やねん。おやつにひつまぶしが出てくるような収録現場だから。それは名古屋やろ。名古屋でもひつまぶしがおやつには出てこうへんわ。え、ひつまぶしってお菓子じゃないの？名古屋名物であることは知っているけれど、具体的に何かは知らないんだ。いや、ひつまぶし言うくらいやから、普通に考えたらご飯系の何かやろ。なぜ？ひつまぶしって言うくらいなんだから、普通に考えたら暇つぶし系の何かでしょ。聞いた人は全員思うよな。歴史のある名物やなかったら狙ってつけたと思うネーミングやんな。でもほら、ひつ言うのは多分おひつのことやと思うねんけど。ひつって何？ご飯を入れる。ああ、今はもうああいうんあんまり使わへんのか。炊飯ジャーやったら保温もできるもんな。っていうか、お姉ちゃんもよく知らないんだね。おひつのことは知っていてもひつまぶしは知らないんだね。全国を旅しているくせに意外と世間が狭いよね。やかましいわ。それはオードレーかて同じやろ。まあ僕はアイスクリームがあればそれでいいってタイプだから。トルコアイスとか名古屋だと有名だよね。別にオードレー氷系の妖怪とかやないはずなんやけど。表情は氷やけど。お、この辺りからそろそろ本格バトルかな。ほっほー、そらチーは気肉踊るな。チーは気肉踊らないで、周辺被害が出る恐れがあるから。冗談冗談、うちは自分で戦うんが好きなんであって、人が戦うんを見て盛り上がるってことはそないにないから。そうなんだ。喧嘩とか見たらついつい割り込んでまうし。そんなついついがあるんだ。あれだね、火事と放火は江戸の花ってやつだね。両方火事やないかい。しかもお姉ちゃん関西弁だしね、江戸っ子気質ではないよね。切符はええつもりやけどな。切符はともかく、こんな風にメールで呼び出すっていうんは今風やな。確かにこれは押野くんには無理やわ。そういう意味で無理なわけじゃないと思うけれど。押野くん機械音痴やからな。スマホとかアプリとか絶対使いこなせてへんよな。押野のお兄ちゃんの場合、自ら望んで機械音痴であり続けているんじゃないかっていう、そういう信念を感じるけれどね。うん、携帯が使えないのは不便だけれど、別に使いたいわけじゃないというのが、まあ押野のお兄ちゃんの考え方なんじゃないのかな。ガエン先輩とはえらい違いやで。あの人はアクティブやからな。あの人の話は軽くネタバレかもね。
うちらかてそうやけど、この話から見た人にはほんまに誰やっていう感じやろし。今さらそれに触れる？いやいや、きっと大丈夫だよ。僕たちまだそんなに出番があったわけでもないから、偽物語を見た人でも誰やって思ってるだろうし。大丈夫ちゃうやろ、致命傷やろ。多少無理をしても、重い話に本人を連れてくるのは難しいとは言っても、やっぱりここは猫のお姉ちゃんを副音声にキャスティングするべきだったんじゃないのかな。あの子をこれ以上追い詰めるんかい。この辺とか何を喋らせんねん。うちやったら何も言えんぞ。いやいや、お姉ちゃんなら楽勝でしょ。ペラッペラでしょ。どんだけうちを鉄のハートや思とんねん。まあ一会員として聞いてみたくはあったよね。羽川翼かけるブラック羽川の副音声。自情自爆すぎるな。似たようなことなら僕でもできるかもしれないけれどね。ブレたキャラとその前にブレたキャラの掛け合い、お互い自分だけれどキャラは違うという、気は合うけれど会話が噛み合わないみたいな。聞いてられんやろ。通常フェイスになると猫耳と相まって猫のお姉ちゃんも違う味わいが出てくるね。この人も言うならたくさんのキャラを持っているんだな。まあ人間誰しも多面性は持っとるけどな。お姉ちゃんが意外と乙女な一面を持っているように。いや、うちの話はしてへんけど。え、うちの乙女の一面ってどこ？自分で分からへんねんけど。まあこれが鬼のお兄ちゃんが言うところの下着姿の猫耳女子高生なわけだけれど。ああ、別にうちの乙女な一面を紹介してくれるわけやないんや。なんだろう、これって過不足なく下着姿の猫耳女子高生だよね。昨今ついこれにメイド服とか着せがちだけど、鬼のお兄ちゃん的にはそういうのって NG なんだろうな。鬼のお兄やんが NG やろ。 NG ってノーグッドの略でしょ。よくはないみたいな意味だとしたら、英語なのに日本語的な表現だよね。せやな。ノーグッドをよくはないみたいに訳すかどうかはまた別の話やけどな。鬼のお兄ちゃん的にはだからこれいたしかゆしだと思うんだよね。猫のお姉ちゃんを元に戻してあげたいけれど、そうすると下着姿の猫耳女子高生ではなくなるというダブルバインド。全然ダブルバインドやないやろ。一択問題やろ。下着姿の猫耳女子高生と下着姿のメガネ女子高生、どちらを選ぶかの二択問題じゃない。下着姿はそのままなんかい。女子高生もやけど。よく考えたら下着っていう表現もずっと下着でいる以上はおかしな話になってくるよね。よく考えた結果の話なんかそれは。いやだって上着あってこその下着じゃない、アウターあってこそのインナーじゃない。アウターがないのであればもうインナーはアウターなわけだよ。インナーはアウターになっちゃうんだから、今猫のお姉ちゃんそういう意味ではアウターのみのファッションということになるよね。はあ、いやうなずいては見たけれど、言っとくけど一個も伝わってへんよ。いやだから上着を着てないんだから、猫のお姉ちゃんが着用しているあれは下着じゃなくて上着だと言っているんだよ。はあ、いくら説明してもうちのうなずきのニュアンスは変わらへんよ。上着姿の猫耳女子高生と言うべきだよ。普通の猫耳女子高生やな。いや猫耳やけど。嫌なことあっても元気でいいだろ。ああ、まあこれが猫物語黒の結論ではあるよね。いいこと言うよ鬼のお兄ちゃん。嫌なことあっても元気でいいだろが結論なんや。ネガティブなんかポジティブなんかようわからんな。ポジティブなんだと思うけれどね。おお、踊れ鬼のお兄やんに肯定的なことも言えるんや。まあね、もっとも僕はいいことあって元気な方がいいけどね。台無しやな。はあ、何かいいことないかな。はあ、それはネガティブやな。お姉ちゃんの式神になって以来いいこと一個もないよ。やかましは、中華踊れにうちの式神になる以前なんかほぼないやろ。お姉ちゃんは最近いいことあった？なんや、おしのくんの口癖みたいやな。え、おしののお兄ちゃんに口癖なんてあったっけ？キャラがブレるんと記憶力が悪いんは違うやろ。ほら、元気いな、何かいいことでもあったのかいって。はい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 。なんやそのリアクション、いうかその態度。じゃあ鬼のお兄ちゃんのあのセリフってそれを受けてのものなんだ。元気いいな、何かいいことでもあったのかいを裏返して嫌なことあっても元気でいいだろなんだ。へえ、気づいてへんかったんかい。知らんでいいこと言うよとか言っとったんかい。ほら、また嫌なことあった。嫌なことばっかしだよ僕のライフ。ライフという響きがすでに楽しそうやけどな。で、お姉ちゃんは最近何かいいことあった？踊れがもうちょっとちゃんとしてくれたら、うちはそれだけでええことあったって思えるけどな。お姉ちゃんはそれくらいで幸せになれるの？小さな幸せをかき集めているんだね。かき集める言うな。集めるでええやろ。小さな幸せでいっぱいになる
小さな器の持ち主なんだね。オードレ、そろそろライン見えてきてへんか？うちが本気で怒るライン。いや、大丈夫。もうちょっと踏み込んでもお姉ちゃんは怒らない。お姉ちゃん、自分の懐の深さを浅く見てるよ。評価高いんか低いんかどっちやねん。評価は低いんだけど、褒めれば怒られないかなって思って。あ、やば、黙った。怒られる、というか殴られる。まあまあ、収録終わるまでは待つわ。あと15分くらいやし。さっきとは打って変わって、収録が終わってほしくないと思うようになってきたよ。猫のお姉ちゃん、このまま1時間くらい死んじゃえって言い続けてくれないかな。言うか。あ、本当だ、もう終わる。死んじゃえが終わる。死んじゃえが終わるって、すごい物騒な物言いやの。終わっちゃえ、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 終わっちゃえ。怖いわ。まあ確かに、ああいうのを聞いていると、今回の副音声を猫のお姉ちゃんに任せるのも酷といえば酷だよね。せやな、酷というか過酷というか。まさかあのシーンであの子が1時間くらい言い続けてくれないかなとか言うとったら頭おかしいもんな。ブラック羽根川だったら言いかねないけどね。言うたら言うたで視聴者ドン引きやろ。まあだからやっぱり適任なのかな。僕たち姉妹のような部外者が呼ばれるというのは。部外者すぎるけどな。うん、視聴者の皆さんは僕たちを誰だこの姉妹って思ってるかもしれないけれど、僕たちは画面の中の猫ちゃんを誰だこの人って思いながら見てるもんね。あんまり姉妹姉妹言うとると、うちらほんまに兄弟やって思われるかもしれんな。これって専門家としてはどうなの？ん？何が？いやだから、鬼のお兄ちゃんのこの作戦というか、この自暴自棄というか、プロの厳しい目から見てどうなの？厳しい目から見たら厳しいことを言いたくもなるけれど、まあこういうわかりやすい乱暴さは好きやから、まあ優しい目で見守ってやりたくなるわな。ふーん、セミプロの僕に言わせればいささか乱暴すぎるけどね。踊れに厳しいこと言われても鬼のお兄やも困るやろ。なぜ怪異の意見なんか聞けないというのかい？褒められないな、それは差別ってものだよ。怪異だってちゃんとした批評はできるんだよ。いや、怪異がどうたらやのうて、セミプロとしての踊れのやり方以上に乱暴な何かなんかないやろ。僕のやり方？あのたった一つの冴えたやり方のことかい？たった一つの冴えたやり方っていうか、それ以外にやり方を知らん踊れの唯一の戦法、アンリミテッドルールブックのことを言うとんねん。あの手順を踏んだスマートさに何か不満が？不満だらけやろ。それはでも持ち主の使い方が悪いんでしょ。おー、持ち主批判か。お姉ちゃんだって大概だよ。殴って蹴って大団円じゃん。うちの仕事を簡単にまとめるな。すごい三段活用だよね。そういう意味では僕たちと比較したら、鬼のお兄ちゃんはまだしもスマートに触り猫を退治しようとしたと言えるかもしれない。うちらとちゃんは自分が傷つくことを意図はへんってことかな。吸血鬼だから？違う、人間やから。まあ三段活用ではなかったにしても、これで一件落着ということで、めでたしめでたしだね。いや、ちゃうて、この後猫ちゃん変貌するから。そうだっけ？ああそうだった。ん？え？じゃあだったら鬼のお兄ちゃんの作戦は失敗だったってこと？失敗？そういう言い方をすれば失敗やけど、まあその失敗が次につながったという意味では一括りに失敗とは言えんやろ。次につながったって、金髪ロリの登場につながったってこと？それはまた薄い確率にかけたものだよね。まあ狙っては絶対にやらん作戦やな。オシノのお兄ちゃん的にはどこまで見越してのことだったんだろうね。学生時代ハニートーストの異名を取った彼ならば、子供がただ死ぬような作戦を感化しようとしていたとは思いにくいけれど。やからハニートーストとは呼ばれてへん、一度たりとも。どう思う？さあ、正直オシノ君は昔っから何を考えとるんかようわからんやつではあったからな。ひょうひょうとしてフラフラして、こういう子って将来どんな大人になるんかなって思っとってんけど、まあそらあんな感じにはなるよな。そうだね、なるべくしてなってるよね。やから勝手な読みで言うことになるけど、そやな、なるようになれっちゅう感じやったんちゃうかな。いい加減だね。いい加減やねんて。やから子供に甘いからこそ、子供が好きなように死ぬのもそれはそれで見過ごしちゃうとか、そんな感じかな。頼りにするにはちょっと怖いね。人は一人で勝手に助かるだけって言うとるやつやからな。いざという時には助けに入る気とかなかったのかな。さあどないやろ。あったとは言ってあげたいとこやけども。
言ってる間に猫が猫に変貌を始めてる。猫が猫にって。猫暴走だね。熱暴走みたいに言うな。どんなオーバーヒートやねん。それを言うならオーバーキャットだよね。ツッコミみたいにボケんな。なんやねんオーバーキャットって。そんな次から次に矢継ぎ早に突っ込まれても、僕のキャットシティオーバーだよ。なんやねんキャットシティって。猫が支配する都市か。キャパシティオーバーやろ。キャパシティって何？キャパが支配する都市。変なかぶせ方すんな。不謹慎だけれど、これはこれでスタイリッシュだよね。快適デザインの話かいな。うん、なかなか活かした下着猫だよね。下着猫ってそんな名前の怪異ちゃうわ。略さず正式に下着姿の猫耳女子高生と言った方が良かったかな。それも別に正式名称ちゃうし。でも猫耳女子高生って十分すぎるほど怪異だと思うけれど。それは確かに。猫耳陰陽師もいたら怪異だよね。それはおらん、断じておらん。といったところで本物の怪異が登場だね。登場やな。お待ちかねっちゅう感じか。普通に喋ってるけど。いや、これは幻聴やねん。この吸血鬼、この頃は一言も喋らずずっと押し黙ってるっていうキャラやったから。ああ、その後キャラがブレたのか。僕と一緒だね。一緒ではあるけど、一緒にすんなって言うやろな。この吸血鬼的には。幻聴で？幻聴で。そうか、幻聴で行ってくるか。さすが長生きしているだけあって幻聴老様だよね。最長老様みたいに言うな。まあ確かにこの吸血鬼の場合はキャラがブレたというより成長したとか変化したとかそういうことなんだろうな。鬼のお兄ちゃんと関わることによって。そういうことやろな。春休みに出会って以来、まあうちも詳しく知ってるわけやないけれど。お姉ちゃん全然詳しく知ってることないんだね。いや、そんなこと言われても知ってる方が怖いやろこの場合。ひつまぶしの正体も知らないし。調べとくよほな。そんなに知りたかったんやったら。知りたいっていうか食べたいんだけどね。アイスさえあればええんちゃうかったんかい。アイスはアイスとして面白い名前の食べ物は食べたくなるよね。面白い名前の食べ物って具体的には？クレームブリュレた。食べ物の名前にクレーム、正気かみたいな。英語ちゃうんやろ。それは面白い名前の食べ物やなくてハラハラする名前の食べ物やろ。いいブリュレ、どういう意味みたいな。それは語彙がないだけやな。クレームブリュレにハラハラしているうちにどうやら一件落着してたみたいだね。してへんて。まあそれでもなんとか吸血鬼が取りなしてくれたっちゅう感じかな。よかったよかった。いや、ええわけないやろ。意味軸もあの子もこれから言うけど。いいわけないでしょ。あ、シーンが変わった。せやな、エピローグやな。長かった副音声もこれでおしまいというわけか。長かった冒険もこれでおしまいみたいに言うな。お姉ちゃん1時間ずっと突っ込みっぱなしだったね。踊れが1時間ずっとボケっぱなしやったからやろ。でも無事に終わってよかったよ。お別れの挨拶をしなきゃね。あと何秒？約7分。あ、結構まだ喋れるんだね。ずっと棒読みやから、その事実が踊れのテンションを上げたんか下げたんかようわからんな。テンションアップ。はあ、今ので下がったってわかった。7分もあれば僕だったら420秒を数えられるね。まあ大抵のやつは7分もあれば420秒を数えられるやろな。このエピローグを見る限り、九段の猫の死体は結局元の場所に埋まっていたってことになるのかな。そういうことやな。なんだかいろいろ暴揚としているな。そのあたり猫物語黒でぼんやりしていたことは猫物語白で明かされるという感じなのかな。いや、どうやろな。猫物語白は時系列がまた変わってくるらしいで。そうなの？いつの話になるの？夏休み明けやったかな。もううちらがこの町に来た後の話や。そうなんだ。じゃあその時こそ大手を振って堂々と僕たちは副音声を担当することができるというわけだね。なんでレンちゃんやねん。今回の副音声におけるお姉ちゃんの仕事っぷりが高く評価されたんだよ。評価って、基本踊れの言うことに突っ込んどっただけやけどな。あ、ここでブラック羽川って呼称が正式に決まったんだね。センスはともかくネーミングとしては分かりやすいわな。機能美優先というわけか。怪異状態がブラック羽川なんやったらノーマル状態はホワイト羽川とでも言うんかな。ホワイト羽川、ホワイトチョコみたいだね。いや、それホワイトってつけば何でもみたいやろ。喋りすぎて糖分が不足してきたからアイスとかチョコとか甘いもののことばかり考えてしまうよ。星野くんはまあこんな風に見透かしたようなことばっかり言うけど、まあこうして無事に片付いてみると言うだけのことはあるっちゅう感じやんな。ごめんお姉ちゃん、根本的なことを聞いていい？なんやねん。星野のお兄ちゃんってこの時なんでこの町にいるの？ほんまに根本的やな。
押野のお兄ちゃんはその根本がない寝なし草で一箇所に定住はしない人だったと僕は記憶しているよ。まあ確かに定住はせえへんけど、長期滞在くらいはするから。怪異端の収集が言うたら押野くんの仕事やからな。一箇所に留まっていいように集まったら移動するって、その繰り返しや。ふーん、そりゃ確かに僕たちとは少し違うや。うちらはずっとフラフラしとるもんな。怪奇のお兄ちゃんも。おっと、怪奇のお兄ちゃんはネタバレか。ネタバレにならん程度に話すと、怪奇くんは怪奇くんで、根こそ波乱にしても巣を作るタイプではあるからな。まあ要もあんな気の合わん連中が四六時中つるんどったもんやで。気は合わなくても今でもたまに会うんでしょ。会う言うか、仕事がバッティングして喧嘩になる言うかな。世間の狭さを思い知るわ。そうか、じゃあいずれまた僕たち姉妹も鬼のお兄ちゃんと関わることもあるかもしれないね。縁があれば。縁があればっちゅうか、現時点で縁は十分あると思うけどな。まあ鬼のお兄やんもまさか自分のゴールデンウィークの思い出にうちらが声を当てとるとは思えへんやろな。話の締めでどんなかっこいいこと言っても裏ではずっと僕たちがふざけてるからね。いや、裏でずっとふざけとるんは踊れだけやけどな。え、お姉ちゃん、何自分だけ守ろうとしてるの。自分だけ守ろうとしとるわけやないねんけど、踊れが攻めすぎやねん。さてはあれやな、踊れ副音声で名を上げようとしとるな。まあ名を上げようとしているわけじゃないけれど、僕も押野のお兄ちゃんに機能美にあふれた名をつけてほしいんだよ。ブラックオノノキとか、バッドラックオノノキとかかな。かっこよすぎるやろ。しかもよう聞いたらただの運の悪いやつやし。嫌なことあっても元気でいいだろ。いや、この流れやったらあかんな。だって嫌なことは踊れが率先して起こしとるからな。自分の責任で失敗してそれで元気でええやんとか言っとるやつがおったらどつき回すやろ。正論だね。認めたな。だが同時に理想論でもある。最後にかけて面倒いキャラにぶれるな。結局鬼のお兄ちゃんは猫のお姉ちゃんを好きだったのか嫌いだったのか、どっちなんだろう。それも暴用かな。それは分かったれ、察したれ。好きとか嫌いとか、まあ僕のようなお人形さんには元より分かりづらい話ではあるんだけれどね、今回は特に分かりづらかったよ。吸血鬼がなんで鬼のお兄ちゃんのピンチに割って入ったのかもよく分からなかったし。まあそういう感情はうちからは学べへんやろしな。お姉ちゃんは恋愛とかしないの。なかなかおらんねん、うちより強い男。いてたまるか感すごいけど、押野のお兄ちゃんとか怪奇のお兄ちゃんとかとそういうことはなかったの。そういうことって、だからそういう恋バナあるわけがないな。あんなもやしっこ軍団、二人なのに軍団組めてる時点で相当強そうだけれど。自分で言うのもなんやけども、うちの学生時代は恋バナとは無縁やったな。恋バナの方よりハイエナの方と縁があったくらいやった。ハイエナの方って、恋バナとハイエナをなかなか並べては語らないよお姉ちゃん。ハイエナのイメージってどないしたったらよくなるんやろうな。あいつちゃんと自分で狩りするのに獲物を横取りするやつやって思われとんやろ。それはもうお姉ちゃんが怪異としてのハイエナを語るしかないんじゃないの。え、どういうこと。だから翼キャットや翼ファミリーみたいな感じでヨズルハイエナをやるんだよ。ハイエナの怪異っておるんかな。まあ猫目だとは思うから、いずれにしてもヨズルキャットなのかもしれない。どないやねん、下着姿で走り回るお姉ちゃんが見れるかも。見せてたまるか。あ、また可愛い絵だ。ほんまやな。じゃあそろそろ今度こそおしまいということで。話したねお姉ちゃん。せやな、普段絶対こんなに話さないのにね。最後に実は不仲みたいなニュアンスを出すな。普段は僕たち社交辞令だけで会話してるのにね。一個でええから覚えてくれへんかな、社交辞令。実は不仲っていうか、まあ会話がそんなにないのは本当だけどね。陰陽師と式神という関係ではあるけれど、ずっと一緒にいるわけでもないし。まあまあそれはな、しゃあないよ、雇用関係やし友達ではないわけやし。あんま仲良うなりすぎてもな。ただまああえてそれを前面に押し出して主張する必要もないけど。何、世間は女子同士の友情感を欲しているとでも。いや、欲しているかどうかはともかく不仲を訴える必要はないやろ言うとんねん。確かに言われてみれば、仕事で仲良くしてます、仕事だから仲良くしてますっていうのはどうひいき目に聞いてもイメージが良くないよね。ひいき目に聞くいう表現もええ加減にしてほしいけど、仕事で仲良くしてます言うんはそれは違うぞ。踊れと仲良うするんがうちの仕事ちゃうねん。あ、そうだったの。
それで今日は小気味よく突っ込んでくれているんだと思っていたよ。いつもは僕がボケても基本無視だもんね。ほら、ほんだら副音声も終わりやし、お別れの挨拶しとけよ。猫物語黒毛館ブルーレイは DVD、 お買い上げありがとうございます。小野の清継です。そっからかい。やっとこの当時の自分のキャラを思い出したから、自己紹介から始めようと思って、早速セルフプロデュースを。遅すぎるわ。手遅れにも程があるやろ。皆さんは僕のように自分のキャラを見失うことなく強く生きていってください。お別れのメッセージが重いっちゅうねん。重いメッセージの最たるもんやろ。自分みたいになるなっちゅうのは。エンディング終了。あとは予告か。最終話やのに何を予告するんや。猫物語白の予告でしょ。翼タイガー。ああそっか、気の長い予告やな。予告幻聴やな。ではでは、嫌なことあっても元気でいいだろ。副音声のお相手は僕こと小野の清継と。ん、なんや。ああ締めな。副音声のお相手は僕こと小野の清継と。うちこと影縫い夜鶴やった。僕は決め顔でそう言った。言うんかい。結局決め顔でね。